お、どうも、複数ドーパミンのアルカディアでございます。はい、ということで今回なんですけども、ビジュアル系雑談でございますが、前にもね、僕ビジュアル系雑談でちょっと取り上げさせてもらったんですけども、有吉の壁っていうね、バラエティ番組でイエンっていうあのビジュアル系バンドが生まれたんですよ。チョコレートプラネットのお二人と、パンサーの向井さんとカンさんの4人で組んでるね、ビジュアル系バンドでございます。この前なんかね、 XJAPAN のトシさんとねコラボしたりもして、面白い部分もあるんですけども、歌い方の感じとかはね、かなりこう本当にビジュアル系って感じの歌い方をね、長田さんがしてくれてて、ネタにはしてる部分なのかもしれないけど、俺的にはなんか結構嬉しくてね、こう見てて。それでその鼻炎が新アーシャみたいなのを公開してたんですよ。17の金曜日かな、金曜日に上げてたんですね、撮影日現在ですね。でそれのね、ギターのズマリですね、まあ、あのパンサーの向井さんですけど、向井さんのこのアーシャ、もクオリティが高すぎるというので話題になっておりました。めちゃくちゃかっこいいんですよね。もう俺ソフィアの松岡さんかと思ったもん。そう、なんかね、似てるって前から言われてたんですよ。実際有吉の壁でも、まあ、一応モノマネっていうかしてたんで、確かしてたんですよね、向井さんがソフィアの松岡さんのモノマネで本人出てきてみたいな。これすごいな、レベル高えな。まあ、俺もツイッターでついつい反応したんですけども、これ反応せざるを得なかったですね。しかも花吹雪噛んで噛んでってやつね、あの曲はカラオケ配信開始するらしいです。鼻詰まり系ビジュアル系バンド、いや面白いな。まあてなわけでね、あのちょっとね、鼻炎のあのね、新アーシャが公開されて、その向井さんのビジュアルが話題になっているというね、この話題にちょっと触れたくて、今回動画にさせていただきました。まだ見てないって方はね、ぜひあの鼻炎のツイッターチェックしてみてください。マジでクオリティ高いです。はい、というわけでこんな感じで、じゃあ